はい、皆さんこんにちは。ジャパンタイムズ ST 編集長の高橋です。さて皆さん、すっかり春になりましたね。春といえば、何かを始める季節ですから、そういうわけでですね、セミナーを、開催したいと思います。いきなりお知らせから入ってしまいましたが、こちらのセミナーですね、まだ詳細は不明なんですけれども、内容としてはですね、英語学習を頑張ろうと、この春から英語学習頑張ってみようと思い立ったあなたが、まずするべき5つのことと、こういったテーマでですね、無料のセミナーを開催したいと思います。まあ、とにかくですね、英語学習やろうと、いざ頑張ろうと思っても、何をしたらいいのかわからないと、そういった方結構いらっしゃるかと思いますので、いざ英語学習を頑張ろうと思った方は、この5つ、まずはこの5つから実践していただければ、必ず結果を出すことができますよと、そういったことをですね、お伝えするセミナーにしていきたいと思います。まだ会場とかですね、正式なタイトルも未定なんですけれども、まあ、具体的なこと決まりましたらですね、こちらのチャンネルで告知するのプラス、私のツイッターの方でもですね、お知らせを流そうかと思いますので、もしよろしければ、皆さんこちらのアカウントをですね、フォローしていただければと思います。さあ、今週も例によってですね、こちらのジャパンタイムズ ST の最新号の中から、大切なボキャブラリーをですね、一つ取り上げて、皆さんと一緒に勉強していきましょう。さあ、今週はこちらの記事からボキャブラリーを見ていきたいと思います。さあ、毎週一つ、世界の観光地を英語でご紹介する ST の人気コーナー、アームチェアトラベラーのコーナー。この週はですね、インドネシアのコモド国立公園を取り上げております。で、ひょっとしたら皆さん、コモドという名前を聞いてピンときたかもしれないですね。こちら写真にもありますけれども、ここにはですね、コモドドラゴンズ、いわゆるコモドオオトカゲ。こういったトカゲが生息しているわけですね。で、これご存知の方いらっしゃるかもしれないですけれども、非常に巨大なトカゲです。もう見た目はまさに恐竜なんですけれどもね。で、このトカゲ、毒を持ってましてですね、たとえ牛のような大きな生き物であっても、このトカゲに噛まれるとですね、死に至ると。そういった強力な毒を持っている非常に恐ろしい生き物なわけですね。で、この記事の中に、こういった文章が出てきます。ご覧ください。さあ、こちら。They swim in packs of two or three.まあ、それらはですね、まあ、2、3匹のパックスの状態で泳いでいると。こんな風に言ってるわけですね。で、この場合のゼイというのは、実は先ほどご紹介したコモドオオトカゲではなく、実はこの前にですね、あのマンタの話が出てくるんですね。まあ、インドネシアというのは非常に多様な動物が生息してますからね、コモドオオトカゲばっかりではなく、例えば海にはですね、マンタがいるんですよと。こういった話を受けて、こちらの文章ですね。まあ、ちなみに、コモドオオトカゲはですね、ちっともジェントルクリーチャーズではないですから、まあ、このゼイがですね、コモドオオトカゲだと勘違いした人はいなかったかもしれないですけどね。さあ、それでは、今週は今記事の中で赤字になっていたこちらのパーク。この単語についてですね、勉強していくことにいたしましょう。さあ、それではこのパークという単語について、まずは意味から確認していくことにいたしましょう。これは非常にたくさんの意味を持っている単語なんですけれども、今回皆さんに押さえていただきたいのはこれですね。パークには群れって意味があるんだと。で、特に狼などの群れに対して用いることが多い単語です。まあ、実際にはですね、これいろんな動物の群れに対して使われます。まあ、先ほどのマンタしかり、いろんな動物の群れに対して使うんですけれども、特に狼の群れと、こういった意味で使うことが多いですからね。基本的にはこのパックってのは群れで狩りをするような動物に対して用いるんだと、こんな風にですね、押さえておいていただければと思います。で、ひょっとしたら皆さんご存知かもしれないですけど、日本語ではですね、どんな動物の群れであっても群れと、この一言で済んでしまうんですけれども、英語ではどの動物の群れなのかによって使われる単語が微妙に異なってくるんですね。というわけで続けてですね、一口に群れといっても動物ごとにどうやって単語を使い分けるのかと、そういったことを皆さんに知っていただくために、ここで、クイズを出題したいと思います。さて、それぞれですね、いろんな動物の群れと、こういった単語が、空欄になってますのでですね、まあ、最初の一文字のみ与えられてますから、それぞれ空欄には、どういった単語を入れたらいいか、皆さん考えてみてください。
さあ皆さん分かりましたか？牛の群れ、羊の群れ、ライオンの群れ、魚の群れ、蜂の群れ、それから鳥の群れと、それぞれどういった単語を入れたらいいか、分かりましたか？それでは答え合わせも兼ねてですね、一口に群れといっても、動物ごとにどんな風に使い分けるのかと、それを見ていきたいと思います。まず、牛とか馬とか鹿みたいな、まあ、比較的大きな動物の群れには、ハード、こういった単語が使われるんですね。これ知らなかった方、しっかりと押さえておきましょう。それから、羊とかヤギとか、他にもアヒルなどの群れには、フロック、こういった単語を使うことが多いですからね。それから続けて、ライオンの群れには、プライド、こういった単語が使われるんですね。まあ、なんとなくライオンって、誇り高い生き物と、そういったイメージを持たれる方多いかと思いますので、ライオンの群れには、プライド、この単語を使うってのは、なんとなくイメージ的に、つながってくるかもしれないですね。それから、魚とかイルカのような、水生生物、こういった群れには、スクール、この単語が使われるんですね。まあ、歌にメダカの学校ってのがありますけれども、この場合のスクールは、実は学校って名詞とは関係ないんですね。スクールには、学校って意味を表す単語の他に、全く綴りが同じだけで、全く別の単語としてですね、魚の群れと、こういった意味を表す単語があるんだと。それから、主に移動するような虫の群れだったら、スウォーム。こういった単語が使われるんですね。なんか虫なんかがうじゃうじゃ。いっぱいいるようなイメージを表す単語が、このスポーン、これですからね。それから最後に、主に飛んでる鳥の群れだったらフライト、まあ、日本語でもフライトって言いますけれどもね、飛行機なんかが飛ぶことフライトって言いますけれども、飛ぶ鳥の群れだったらフライト、こういった単語が使われるんだと。で、実際にはですね、この動物だったら、群れにはこの名詞を使うっていうのは、必ずしも決まってるわけじゃなくて、結構これってのは割と流動的なんですけれども、まあ、あくまでですね、基本的には、こういった使い分けが存在してますから、今回は、パックに加えてですね、代表的な群れを表す言葉、ここに挙げたものをですね、しっかりと皆さん、押さえておいていただければと思います。それでは続けて、パックという単語の使い方に関して見ていくことにいたしましょう。今回は使い方に関してはね、簡単に見ていきたいと思います。群れを表すパック。これを文中で使うとしたら、一体どんなパターンがあるのか。今回はですね、代表的なパターンを2つ皆さんにご紹介していきたいと思います。1つ目はこちらですね。The hunters were attacked。その漁師さんたちは襲われたんだと。何によってかって言ったら、by a pack of wolves。これでどんな意味か、皆さんわかりましたか？先ほども言った通りですね、パック。これは、狼などの群れに対して、用いることが多い名詞でしたね。ですから意味としては、その漁師たちは、狼の群れに襲われたと。こう言ってるわけです。さあ、というわけで、この使い方のパターン、まずしっかり押さえておいてくださいね。a pack of なんとかの形で、なんとかの群れと。こういった形で使うことが非常に多いですからね。まずはこのパターンについて、しっかりと皆さん押さえておきましょう。それからもう一つ。こういったパターンを押さえておいてくださいね。Wolves hunting packs. Wolves. まあ、狼ですね。狼はハント。狩りをするんだと。で、in packs。in ってのは、ある状態とか形状を表しますから。そう考えていただければ、この文章の意味、見えてきたかもしれないですね。狼は群れで狩りをすると。というわけで、このパターンに関しても押さえておいてください。in packs って言ったら、これで群れでってことですからね。in にはどんな形状なのかと。そういったことを表す用法がありますから、この場合は群れという状態で狩りをするんですよ。すなわち群れで狩りをするんですよ。とそういった時には in packs。この形が使われますからね。というわけで、しっかりと押さえておきましょう。さて、今回勉強したような群れを表すような名詞。こういったものは文法的にはですね、collective nouns。こんな風に言われることがあるんですね。で、こちら、日本語の文法用語では集合名詞とか、こんな風に訳されたりしますけれどもね、何か動詞のものの集まりを表すような名詞のことを collective nouns。こんな風に言うんだと。で、ぜひとも皆さん、インターネットなんかでですね、collective nouns for animals。こんな風に入れて検索していただければ、その他の動物の群れにはですね、どういった名詞を使うのかと。そういったものがたくさんヒットするかと思いますので、ぜひともですね、ご覧いただければと思います。中にはネイティブスピーカーも知らないような、マニアックなものも出てきますけれどもね。あ、
この名詞も群れを表すときに使われるのかと、そういった興味深いですね、発見があるかと思いますので、ぜひとも検索の方していただければと思います。さあ、というわけで今回の内容は以上です。また来週皆さん、こちらのボキャビルカレッジでお会いしましょう。さようなら。